人リミットから3年で来ました。 LGBT って何だろう、互いの違いを受け入れ合える社会を目指してというところでお話をさせていただけたらなと思います。どういうことをしている団体かといいますと、 LGBT を含めた全ての子どもたちがありのままの姿で大人になれる社会を目指して活動しています。もともとは、2009年に学生団体として設立をしたんですけど、3年前に NPO 法人化しました。でももともと学生団体だったということもあって、今でも大学生を中心とした20代のメンバーで活動をしています。全国に約300人ぐらいいて、 LGBT の人もいれば LGBT じゃない人も一緒に活動している団体です。どんなことをしているかというと、学校に行って、LGBT について教えるような LGBT 教育というものをやっていたり、あとはそうですね、 LGBT の若者に向けたエンパワーメントイベントとして成人式をやっていたり、あとは就活とか働くっていうところが社会に出るにあたって一つハードルになっている現状があるので、そこをサポートしたいなという思いで LGBT 就活などをやっています。今日はお話聞いてくれてありがとうございました。